ありがとうございます。めっちゃ男前やな。ケツが出てよ。はい。これホンダのなんていうバイク？ CB1300 スーパーボルドール。そう、2015年の限定生産のやつやね。実証生産のやつやね。そう。へえ。僕、ま、昔 PKJ400ZS 乗ってたから、うん、その色で行って言うて、あの開発者の関さんと何遍か会ってるから、はいはいはい、はい、それで。なるほど。出しもうたからもうすぐ買いました。まだやってんの？あの、いや、これもうビッグアン僕降りてやめたんですよ。あ、もうクラブやめはったんや。そやから今現在やってるんだかどうだか、前レース場走ってましたけどね。あ、ごめんなさい、マフラーも変わってますね。ああ、はい、TSR の野島、うん、エンジン音聞かせてもらえますか？めっちゃよくするやん。いや、期待通りやわ。どうぞ。静かっすよ。いや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 、今日のラジオか。これ向こう行ったらね、うん、あの奈良県の方行くし、狭山池、狭山池に当たって、はい、狭山池、池に当たって、池を右に行ったら309号線で奈良まで、左行ったら309。ちょっとあっちの国にね、こっちからこっちに行ってまた、いつも寄ってね。はい、オッケーです。ありがとうございます。男前やから気に入ったべ。はい、おらい。はいよ。あの信号が青になったらスタート。はい、それまで待っておいてください。はい、似合ってる。足長いから似合うな、うん、ほんまに中型パソレール羨ましい。さすが限定モデル。